私の母は九代目の六色であると同志は教えてくれた。私にはとても偉大でとても遠い存在に感じた。母が去り際に人からあやかしへと戻る瞬間を除き、私にはほとんど彼女の記憶はなかった。君の母は土地を守る小髄だったんだ。小髄って？小髄とは知能を持ち土地を守りて幸福を授ける大妖怪だ。君の母がまさにそうだったんだよ。だが小髄は私情を持ってはならない。彼女は君のために堕落したということを忘れてはならないよ。私情って？彼女が持つべきではないものだ。君もね。だが彼女が歩めなかった道を君は歩むことができる。何の道？この土の道みたいな？それともあの家の表面みたいな石の道？どちらでもないよ。町に残り彼らを守りなさい。小髄として。いつか君にも分かる日が来るだろう。同志は私を連れ出したのに私から離れた。憔悴だった母もそうだ。だから別れは世間に足を踏み入れるために必要不可欠な代償だと私は考えた。私を拝見に置いていくとき同志はこう言った。憔悴になれ。そうすれば彼女を理解し彼女に触れられよう。その言葉に魅了され私は残ることにした。来る日も来る日もその言葉を噛みしめたが、具体的にどうすればいいのかはわからなかった。同志は何も教えてくれなかったから。でも他に選択肢はない。だから私は人々の口から、様々な歌集から、いろんな伝説から、母の存在を、憔悴を紡ぎ出そうと考え始めた。そして私はそれらを真似た。再び彼女に会うために。彼女に何を考えてるのか聞きたかった。憔悴として私がうまくやれてると知ったら、私を置いていったことを少しは後悔するんじゃないかって。認めるよ。私はかつて一度も真に彼女を、憔悴を理解できたことはない。シーニャ、本当にするつもりか？分かってる。今まで飛び越えられた人はいないんでしょ？理性から何度も忠告されたし、たくさんお話を聞かされたから分かってるよ。おとぎ話としてだけどね。でももうこうするしかないの。願掛けが最後の道よ。それに昨日はもともと願掛けがあったでしょ。してくれてありがとう。服まで用意してくれるなんて、失恋者がいないとどう着ればいいのかすらわからないけど、
でも大丈夫よ。たとえうまく着れなくても、新しい服っていう事実は変わらないし。本当にありがとう。それじゃあ行ってきます。他に方法があるのかもしれぬ。そこまでする必要は。ミスター勝手、私たちは壊れた橋に祈るしかないのでしょうか。心願成就、もしくは願掛けが成功することを。正直言って、そんなものが本当にあるのですか。ありえぬ。諦めた方が良い。昨日祭の1日目は最長春というらしいですが、ミスター勝手、最長春とは何ですか。100年に一遇の最長春、昨日でもあり立春でもある。立春なりて権威のもと春気を運ぶ。すがすがしくも穏やかな陽光を。なんだかとてもすごいもののようですね。ですが何を言っているかさっぱりです。立春とは節気の一つであり、春の訪れを示す。最長春とは、立春と昨日祭の一日目がちょうど重なる日のこと。百年に一度とも言われるほど珍しいものだ。確かに、それも新年の一日目だなんて、とても縁起が良さそうですね。もし仲間が元に戻れなかったら、それでもまだそう思えるか。その時は彼らを連れて帰り、方法を探します。沈黙はおやめください。あくまで目下で最善の策にすぎません。あなたもおっしゃった通り、願うだけでは彼らを元に戻すことはできませんから。昔ならできた。昔の話でしょう。誰しも過去にいいひとときはあるものです。
あの洪水が起こるまでは。だ。あの時の被害がこれほどまでに長引くとは思っていなかった。我のせいだ。はじめは、どう猛な洪水だ。しかし、波の変化と音に警戒する者はいなかった。その後、洪水は意のままに暴れ、橋が壊れた。その日を境に、園児の将校は断たれ、願掛けの習わしも消えた。我は原因を知らぬ。この件に手を差し伸べるべく下山した同胞たちも二度と戻ってこなかった。そして今、この下の川ですら霧に隠れた園児のごとく失われかけている。無駄なことを、聞こえもせねば見えもせんという。失礼を承知でお聞きしたいのですが。構わぬ。あなたが彼らを向こう側まで運んでいけばよいのでは。もし願掛けが叶う条件が橋を飛び越えることなら。何時は本当に単純な異邦人だ。え？自分で歩いていく、もしくは飛び越えて、初めて願掛けは成立する。たとえ、命を代償にしようともな。汝は、あまりに残酷だと思うだろうが、必ず叶う願掛けが、いともたやすく実行できたら、この地にいる生き霊の苦しみなど滑稽なものとなってしまうだろう。我を信じておらぬな。いえ、理解しようとはしているのですが。同じことだ。汝を向こう岸まで連れて行くことはできるが、無意味ということを覚悟しておけ。え？向こう岸まで連れて行くと言ってる。なぜ急に？うん？さっきも言っただろう。何をですか？汝の骨相は我が唯一読めんものだ。
どういう意味でしょう。汝はあやかしでも人でもない。精霊の類とも違う。ああ、私はアルカニストです。汝に出会った瞬間、世界の果てへと逃げるべきだと直感が告げた。確かにそうされたではありませんか。六色にされた私の哀れな仲間たちを引き連れて。とにかく骨相が読めぬ者にどう接すればよいのかわからなかったのだ。今思えばそう構えるほどでもないが。何ら違いはないでしょう。私だってこの町でアルカニストと人間の違いがないと知らされた時には驚きました。骨相から見れば多少違いはある。どうでもよいでしょ。欲するもの、求めるものがある時、私たちは同じです。先ほど私はあくまで力を借りようとしただけで、あなたを園児を疑っていたわけではありません。正直この古いアルカナムの発動条件も疑ってはいないのです。どういう意味だ。ただ他に選択肢がないからだと思います。窮地に立たされた時にその結末を迎えた原因を理解できない者たちは、無意味と分かっていても何かしてみたいのです。どこへ行く。私も神に聞きたいことがありまして。答えなど帰ってこぬとて。ええ、彼らもきっと分かっているのでしょう。だから答えを得られずとも彼らは尋ね続けるのです。大丈夫、分かっているわ。何をするおつもりで。木の札がありませんよ。指と泥水があれば十分よ。地面に掘りましょう。細かいことを気にする必要はないわ。私は あなたは何が聞きたい。代わりに書いてあげるわ。自分で書きます。Thank you.
まだ基地歩きをするつもり？札を加えて全員来ているのね。はい、願掛けに来たんだと思います。でも札には何も彫られてません。心の中で願うしかないわね。何か私にできることはありますか？そうね、彼らの口、手、目となりなさい。もしくは何もしなくていいわ。私たちの後ろにいる彼のようにね。彼らは全員願掛けに来たのでしょう。私手伝います。戻ったら。いいえ、神には聞こえているわ。あれは何者だ？
きの声、チーニャンね。そうでしょ。異常な物音が聞こえたわ。彼女が飛び越えたその瞬間に。さっきのが、チーニャン？ねえ、見た？ああ、あの子だ。なんてこと。本当にやってのけるなど。まで飛んで行ったんです。人の身で。彼女が空中にいた時、思わず自分の目を疑いました。一瞬彼女が6色に変わったような気がして。もしかしてこれこそが心眼成就なのではないでしょうか。そうだ、町の者が全員元に戻ったということは。なんだ、一体何が。ミスター・クロリク、私は夢でも見ていたのか。ミスター・ユリアン、行きましょう。皆さん、百年に一遇の最長寿、確かに珍しいものね。以前の続きより。商材六色の人生観なん大公開。その通り。その六色、除夜の夜に死に礼を述べ、自ら町より端へと駆ける。今年も昨日と立春が重なり、百年に一遇の期。雲より乱れ雨落ちれば異象が現る。外城には毒の霧、外下には帰らずの深淵。六色は皆の期待に応え、
守るべき者たちのために橋を越え、記憶を再び蘇らせた。おい、あれは記憶ではなく木の札だぞ。何度も話してるのにまだ間違えるなんて。間違いと再編は故事につきもの。すでに聞いたのならば、ここは一旦忘れて。あいつまた始まったぞ。前に最後の公爵だと言われたから石鹸まで買ったというのに。前に？それっていつの話だ？春節の前のことか？そこの青い服のお方、聞こえていますよ。地獄耳め。こたびここへ参ったのはあなたと同様、六色電気の一部と相なりまして。あ、どういう意味だ？六色が橋を越え、園児を呼び覚まし、川を蘇らせた。ハイリン川はかつての水量を取り戻し、春節のにぎわいも増えたゆえ、私も復帰しに参りました。あなたに至っては、六色に酒屋を取られ姿を変えられた。酒売りの際に量をごまかして名声を汚し、景気のせいとしたせいでね。六色はあなたを窮地から救ったのですよ。あなたの代わりに酒屋を経営し、ぐっすり眠れるようにさせた。そりゃいい。私も寝ている間に作文を書いてくれる者がいたらどんなにいいことか。その年で作文とは、なんと立派な。ですが、早う帰って寝るべきです。明日また学問に励まねばならぬのですから。故事を聞いていても作文には何の役にも立ちませんよ。素材は十分に揃ったわ。おかげでいい旅行記が書けそうよ。名前は何にしましょう？東方紀行？それとも拝見紀行？どれもピンときませんね。今や紀行は有り余るほど存在しています。ですがあなたからは彼らと違うものを感じます。確かに異なるな。二人は始終を得た。どういう意味？始まりあれば終わりあり。訪れし時の思い忘れなくば、最後までたどり着けよ。恵まれた者は皆しかり。申し訳ありませんが、やはりよくわかりません。構わぬ。もう行きませんか？邪魔したくはないのですが、僕もう帰りたいんですよね。ああ、では私たちはこれで。待たれよ。もう一つ聞きたいことがある。何でしょう？お二人は答えを得られたのか？わかりません。わからない。
チーニャンが橋を越えた後、私が書いた質問の下にある図が浮かんだとエニセイが言っていました。意味は分かりませんでしたが、特に気にしていません。私の質問には初めから答えなどないのかもしれませんし。願掛けにて前者は問いを出し、後者は答える。何時らが得られたのは化粧であり火事ではない。その図を覚えているか。途中で少し変化して最後はこんな風になったわ。水かき剤か。これは彼女の答えだろう。何時のは？受けか。どれほど変化するかはわからぬが、受けは簡単だ。上に水難、つまりは竜が浅瀬に囚われ時が満ちていないことを指す。下に豪剣、危険を無事に乗り越えることを指す。どういうこと？時が来れば必ず何時の水域が見つかるという意味だ。機材においてはすでに川を渡り洗濯をしたという意味だ。なるほど。この願掛け全然意味ないじゃない。信ずれば通ず。ええ、分かっております。私もそう思っていました。ありがとうございます。礼など不要だ。あなたも何か尋ねましたか？その答えは得られましたか？自然の摂理に従えと。すでに山を下った今、心のままに従うつもりだ。かつて灯籠がたどり着いた梅林川の終わりには高い塔が存在した。嘘か誠か何度もこの目で見ていたが、実在するかを確かめたことはない。何もないけど。それでも向かう。ねえ、チーニャンはもう二度と戻ってこれないの？もしかしたら別の場所でまた会えるのかもしれないわ。
この草原を出てから休みましょう。構いませんか？異論はありません。ミスター・ユリアンはどう思います？私も賛成です。ベスミエル、これ。あ、コンパスが使えるようになったぞ。よかった。ありません。先を急ぎましょう。コンパスが使えるのであれば地図も役に立ちますね。あ、そうだ、あの気候なんだけど。いい名が思いつきました？ええ、決めたわ。昨日式。昨日手記だったわね。この名は地理探索と発見を主題とする書籍においては決していい選択とは言えない。昨日という言葉は読者にとってあまりに理解しがたい名詞となるだろう。手記は随筆的な文章の寄せ集めに用いられることが多く、これらは大抵作者のやわなどに含まれる感情とインスピレーションであることが多い。文学面で劣る地理研究家として私の能力はその高みには遠く及ばない。残念ながら私の助手も同じことだ。それでも私たちはこの名を選んだ。注釈、この決断は月刊祖国実録の編集及び書籍審査部門へ送った原稿にも含まれている。ページが欠けてる。それからあった。6月4日晴れ。まさかオムスクに戻ってくるのが次の年の6月になろうとは思ってもいなかった。ここで私たちは再び総督と面談をし、当地の科学研究協会の援助に感謝すべく昨日手記の原稿を一部彼らに譲り渡した。中には御身川周辺の草原の生態に関する記録が数多く含まれている。例えばオムスクに到達する前に私たちは川を渡る毛がやや球状の羊を目にした。なぜその記録に重点を置くかというと、この現象があまりに神秘的なものだからだ。周知の通り、羊は水に沈む。彼らの分厚い毛は水に触れれば負担でしかない。だが、あの羊たちは違う。その地の遊牧民の訓練のもと、彼らはいとも簡単に川を渡る。その姿はまるで、川に浮いた綿のようだ。それどころか、それどころか岸に上がった彼らをよく観察してみると、まるで切られたケーキのような蹄をしていることがわかる。岸に近づくとそのような蹄で上に上がり、
巧みに体の水を落とす。その後、振り返ることなく水草が生えた場所へと向かう。すべてを目の当たりにし、これも旅の研究対象とすることに決めた。本日の投稿は、聖パブロフ財団の極東支部の地理学収集原稿、昨日式となります。記録者はエニセイです。続きまして、本日のニュースです。はい、何でしょう。その今の時間は午後4時15分です。少し昼寝をしすぎたみたいだね。ええ、気分はいかがですか。壊れた木の橋を動物たちが飛び越える夢を見た。先ほどシマウマと羊の物語を一つ放送させていただきました。シマウマと羊？よく覚えてないけど。失礼します。タイムキーパーは中にいらっしゃいますか？うん。中に入ってもよろしいですか？大事な要件がありまして。君は？私です。ソネットです。少し寝ぼけてしまったみたいだね。どうぞ。少々ぼんやりされているようですが、大丈夫ですか？少し変な夢を見ただけ。何かあった？あ、財団からお手紙が届きました。ロシア支部から一人本部へ移動になるそうです。彼女は長期外出調査に対し強烈な意欲を示していると。なので彼女をタイムキーパーのチームに加えるそうなのですが、一度お会いになりますか？豊富な地理探索力とサバイバル経験が備わった素晴らしい人員だと聞きました。地理探索力？彼女の名前は？資料をいただいております。少々お待ちを。名前はエニセイです。